料金を滞納し、水道を止められたにもかかわらず、治水キャップを壊して水を盗んだとして、兵庫県警は天崎市の無職の男を逮捕しました。器物損壊と窃盗の疑いで逮捕されたのは、天崎市の無職の男です。男は去年9月から11月末頃にかけて、天崎市若王子の集合住宅で、 水道を止められていたにもかかわらず止水キャップを壊しておよそ4万リットル8000円相当の水を盗んだ疑いが持たれています利用に気づいた天ヶ崎市公営企業局が去年12月に被害届を提出していました男は蛇口を回したら出てきたので使っていたと容疑を否認しているということです